とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーやっていきたいと思います。ちょっとね、20周は多いなぁと思うんですよ。15周です。今日も15周やっていきたいと思います。持ち込みバグを使ってやっていきますね。どうもね、なんかショートカットあるっていうコメントがあるんだけど、やり方がちょっとわかんないんですよね。まあまあ、とりあえず、わからないうちは、このまんまやっていきます。15周、頑張ろう。それでは1周目。しょっぱいね。ダメです、ダメです。全部ダメか。2周目行こう。2周目。谷の小玉がワンチャンあります。どうだ、うん、ロールチャージ無限ぐらいか。クレイモア、まあ、できれば星夜の方がいいもんね。3回目、おおおお、ミステリーいいよ。まあ、名もなき刃リフレッシュいいよね。でも他はいまいちか。どう、あー、負のステータス、正のステータスだったらいいけども、まあクールダウンついてませんね。ヤーギもともとクールダウンついてるから使いやすいけども、軽減がないから俺はあんまり好きじゃないんだよね。よし、次行きましょう。お、バブル。名もなき刃はさっきも出たな。なんか見た気がするよ。バブル。お、あー。クールダウンショットが一発目に見えて、おっとなったけども、ちょっと違うな。ボーンクラブ、あー。衝撃波がね、昔は結構好きだったけども、今ねリフレッシュ使うようになったら衝撃波はねちょっと邪魔になったんだよね。はい、あ、でも物はいいよ、物はいい。5回目、ちょっと待ってちょっと待って、見たような武器がまた出てるねおかしいなあ。グレートアックスブレード、これもねなんか意外と良かったよっていう報告があるんだよね。まあまあダイナモが普通についてるので、お、羽ピョンしていくとなかなかいいのかな。重力は OK でリフレッシュついてる。真ん中と左がいまいちすぎるね。これじゃ使いません。クールダウンなし、また出たな。あ、でもこれは、あ、いや違うか。オーンスキルがマッチしてないね。下はいいと思う。リフレッシュ、クリティカル追い打ちどっちでもいい。で、重力だから。悪くないんだけども、黄金がちょっと使わないかな。ショックパウダー使えばいい感じか。はい。おー、なんかね、この黄金のところに重力がついてくれると嬉しいんだよな。あー、惜しいな。これ左がちょっと残念。左に虚無がついてくれれば、理想的だったな。虚無追い打ち、リフレッシュ、重力。惜しい惜しい。おお、また重力？あー、でもね、一番左が良くない。一番左良くない。あとはいいんだ。虚無、リフレッシュで。左に追い打ちが欲しかったかな。いや、残念残念。今回出る気がするよ。なんか、ニアピンが結構ある。はい。クリティカル1なのが惜しいし、なんか今回のエンチャントが、旋風衝撃波やたら出るな。昔は嬉しかったけど、あー、まあまあ、これはたまに出るやつ。で、あ、クールダウンついてる。クールダウン付きもたまには出るみたいだね。オッケー、もうちょっと見ていこう。スポンジ。エンチャはまあまあ悪くはないんだけど、使わないかな。もうちょっとなんかね、使い方があればいいんだけども、別にね、カウンターで敵を倒していくんであれば、エンチャは別にいらないんだよな。輝きが入ってればいいかな、ぐらいじゃない？次行きましょう。フロストサイズかな。
ついてないな。今回はよろしくありません。これが10回目ですね。特にないか、この中では。ハープンじゃないや、崩壊員はそこそこ火力が高いんで、マルチショットダイナモつけて、リフレッシュでもいけるかなとも思うけども、まあ使わないかな。でこれも下のエンチャはいいけども、黄金が惜しいね。黄金が惜しい。まあまあスイフトのエコー1っていうのもね、あれだいぶ魅力的だからね。裏切りよりも断然ユニークの方なんだよな、欲しいのは。惜しい。あと5回ですね。いきます。ソーブレードが、あー惜しいね。重力と、リフレッシュが一緒についてる。でも火力を出すダイナモとかがついてないからちょっとかな。いいエンチャはついてるよ。クールダウンなし。あ、これ、黄金が惜しい。黄金惜しい。下は、いいんだ。下はいい。なんか、この紫っぽい感じになると、いいんだろうな。あと4回です。行こう。どうだ？おー、裏切りの刃さっきも出たね。ビースティンが重力が重要なんだ。これ重力重要なんですよ。で、下に、輝き3つついてるんで、まあまあ面白いと思うんだけど、黄金でね、重力1でもついててくれれば最高だったな。重力1の輝き3とか。うわ、これはなんか欲しかったな。惜しい。裏切り。あ、黄金でね。なるほど。旋風がついちゃうか。ツタ欲しい。おお、あ、いやー、惜しい。惜しい。ツタ欲しかったんだ。重力いい。真ん中の、リフレッシュいい。で、追い打ちいいよね。一番左に、ダイナモだな。ダイナモが欲しかったな。惜しい。今回の、結構全部惜しい感じでしたね。残り3回ですね。サブリューイングが、お！あー、いや。惜しいんだよね。惜しい。これも惜しいな。オーバーチャージ、ダイナモ、で、虚無。黄金にスーパーチャージだったね。スーパーチャージつければ軽く3億ぐらい出せる弓の完成だったんだけども、ちょっとついてないね。惜しい。こっちはついておりませんね。あ、サブリューイング惜しかったな。どうだ、名もなき刃今日やたら出るね。今日やたら出るね。あ、次ラストです。ラスト、ピンクスコンドレル頼む。2つとも、2つ、初めてだこんなの。こっちは、あー、いまいちです。ということで、今日15周やってみましたけども、ダメだったね。惜しいのはね、結構あったのよ。惜しいのはあった。まあ多分ね、そこそこは使えるんだと思うけども、理想をね今探しているんで、ちょっと採用はしませんけども、惜しいのは多かった。あと1週間シーズン10ありますので、なんとか頑張って出したいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。